さあ始まりました、ブゲンステップ、今日はですね、ちょっとあの S 字ステップっていう、はい、S 字ループっていうですね、この S 字をループしていくっていう、ループってこの通るっていう、はい、通るっていうことなんですけど、はい、ちょっとそのルーティンを考えたんで見てください。まずですね、この流れからつけましょうか、この流れからですね、まず1、2、3、4でこの形にします。じゃあこの S 字を利用して5、そして6で7、8、1、2、3、4、5、6、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 7、8、1、2、
だとこの空いてるところがないので通り抜けができないんですけども、武弦のいいところはこの通り抜けできるところがいいところなんですよね。通り抜けできるところを利用したムーブになります。ちょっと汚いところもあるんでゆっくりします。ワン、ツー、スリー、フォーです。で、ちゃんとこの形を作ってこうですね、このここを抜けてきます。ほんならこの弓なりをアイソレーションします。で、このまま肩に持ってきてですね、今度はこの弓なりを頭が通り越します。じゃあそのまま2本を持って肩に持ってきます。じゃあ片っぽをこっちに持って肩にかけますね。で、互い違いにリズムを取ります。で、またループで最初までね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、はい、となります。まあ、ゆくゆくですね、無限ダグルみたいなのもちょっと夢見ております。ダンスを踊るかのようにですね、武弦を操るアニメーション武弦みたいな、そういうジャンルもちょっと考えてるのもちょっと視野に入れた動きになります。何にしてもですね、こういうふうに弓なりなんで通り抜けができるんですよね。通り抜けができます。通り抜けができます。ダンスの動きとミックスして、やろうと思ってますんで、若干まだアイソレーションの部分が荒いところもあるんですけども、この S 字ループという考え方ちょっとね、よかったらやってみてください。またこのチャンネルでお会いしましょう。武弦ステップでした。パフォーマーカッサンでした。ドーン。